こんにちは。今日はマクドナルドとスターバックスの商品を食べます。それではいただきます。まずはじめにスターバックスストロベリーメリークリームフラペチーノを飲みます。上から見るとこんな感じで、横はこんな感じです。ストロベリーメリークリームフラペチーノはバニラの風味のコクのあるクリーミーなベースに甘酸っぱいストロベリーの果肉ソースでね、今回ホイップクリームがメリークリームと言われるものでホワイトチョコレート風味のマスカルポーネチーズ入りホイップクリームとなってます。でシルバーシュガーとストロベリーパウダーがトッピングされてます。うわ美味しそう。ではまずはメリークリームを食べてみたいと思います。うわぁ、美味しすぎる。とってもまろやかクリーミーな甘さなんだけど、マスカルポーネとホワイトチョコレートの香りとコクが楽しめます。え、これバケツいっぱい食べたい。で、このパウダーシュガーのほんのりとした甘酸っぱさもいいアクセントになってます。この上の方にね、ストロベリー果肉が溜まってる。まずはぐさっと刺して。うわぁ、美味しい。最初ミルキーでクリーミーなバニラの風味が来たと思ったら、イチゴのゴロッゴロの果肉とともに甘酸っぱさがふわーって華やかに広がります。やっば、美味しすぎる。飲む前はさ、スタバのホリデーのイチゴといったらショートケーキみたいな味かななんて思ってたんだけど、ホワイトチョコレートとマスカルポーネのコクがすごくて、クリーミーな優しさに包まれたストロベリーチーズケーキの味に近い感じ。美味しすぎる。次はホワイトモカケーキを食べます。ホワイトモカケーキは上からホワイトチョコレート、ローストアーモンド、ローストクルミでね、クリームとスポンジが重なってるんだけど、このクリームはホイップクリーム、ホワイトチョコレート、コーヒーなどを合わせた優しいモカ風味のクリーム。そしてね、真ん中にね、わかるかな、このちょっと色が濃い部分はホワイトチョコレートとコーヒーなどを練り込んだややビターなモカ風味のガナッシュみたいです。うわ、美味しそう。うわ、美味しい。モカの風味と香りが今もまだ香ってる。まずね、スポンジなんだけど、ふわっと、そしてほろっと口どけがいいです。で、このモカクリームね、ちょっと固めかと思ったんだけど、とても滑らかに溶けていて、ホワイトチョコレートのミルキーな甘さとコク、そしてコーヒーの風味がふわっと広がって美味しい。でね、モカガナッシュなんだけど、ほんとね、量は少ないですね。だけど、ホワイトチョコレートのコクやコーヒーの苦味がキュッと効いてて、いいアクセントになってます。でね、この上のホワイトチョコレートなんだけど、もう口の温度とともにじわっとね、溶けて甘みが広がって、最高に美味しい。このまろやかクリーミーかつコクがあるモカクリームにナッツの香ばしさと食感が最高によく合う。いや、めっちゃ当たり、美味しい。次はストロベリーメリークリームケーキを食べます。ストロベリーメリークリームケーキは上からフリーズドライされたストロベリー、マスカルポーネやホワイトチョコレートを入れたメリークリーム、甘酸っぱいストロベリームース、アーモンドプードルを入れたしっとりふんわりのスポンジ生地で、スポンジとスポンジの間にあるクリームはこれも多分メリークリームだと思う。ホワイトモカケーキよりもスポンジがしっとりしてそう。美味しすぎる。
まずね、メリークリームなんだけど、このしっかりとしたね、硬さはあるんだけど、口どけはすごい良くて、ミルキーなコクが広がります。でね、甘さは控えめ。フリーズドライのイチゴの酸味もいいアクセントになってます。そして、このね、イチゴムースなんだけど、口どけ良すぎて滑らかな固めのクリームみたい。ミルキーかつイチゴの甘酸っぱさしっかり広がって、で、このわかるかな？フリーズドライされたイチゴがね、そのまま溶けたような感じなんだけど、イチゴの甘酸っぱさ全開に感じて、とっても美味しい。でね、スポンジはふわほろっとしてるんだけど、とってもしっとりしていて、アーモンドの香ばしい風味がいいね。このクリーミーさとミルキーさと甘酸っぱさのバランスが絶妙。次はバタースコッチドーナツを食べます。半分に切るとこんな感じです。バタースコッチドーナツはもっちりしっとりとした生地にバターや生クリームなどを混ぜ込んだバタースコッチクリームを入れ、さらにバタースコッチでコーティングし、香ばしいローストアーモンドをトッピングしました。だそうです。ちょっと切り方ミスっちゃってね、見えてないと思うんですけど、バタースコッチクリームが入ってます。これ去年も出てたよね。おいしい。この贅沢なバター感がたまらない。そもそもね、このスタバのドーナツの生地が私本当に好きで、このね、油汁さえ愛おしいの。生地はね、このちょっとね、ぎゅっと詰まってる感じ、ふわふわ軽いって感じではないんだけど、このしっかりとした、しっとりもっちりタイプのドーナツ美味しい。でね、バタースコッチクリームはこうやって入ってるんじゃなくて、ポンポンポンって感じで入ってるのかな？とろっとしていてとっても濃厚。そして甘香ばしい風味がいいね。でね、バタースコッチのコーティングはすごいね、剥がれやすいんだけど、口の中で吸って溶けていて、このコーティングのチョコにはね、ほんのりマイルドな塩気も感じるから、甘くはあるんだけど、このマイルドな塩気が相まってめちゃくちゃ美味しい。あとね、アーモンドの香ばしさもいいね。中のね、クリームとコーティングのチョコレートのバランスがいい。次はアーモンドチョコレートロールを食べます。半分に切るとこんな感じです。アーモンドチョコレートロールはチョコレートフィリングを巻き込んだ生地をしっとり焼き上げ、チョコレートクリームをかけました。風味のアクセントとしてローストしたアーモンドスライスをトッピングしています。美味しい。アーモンドの香ばしさと食感も最高によく合う。スタバのロール系って店内で焼いてくれるじゃん。これはね、持ち帰ったから自分のお家で焼いたんだけど、表面さっくりでさ、中がめちゃくちゃしっとりなんだよね。で、上のチョコレートクリームの部分を食べるとそりゃ濃厚って感じはするんだけど、生地に巻き込んでるチョコレートフィリングはすごい程よくってバランスがいいです。スイートなチョコレートっていう説明だけど、もちろんね、甘さはあるけど、しっかりビター感も感じて、甘々の稲妻系かと思ったら、それとはまた違うみたい。しっかりチョコを楽しめます。最後、マクドナルド、マックザチキン、ガーリックペッパーを食べます。
中はこんな感じです。1袋に2個入ってます。マックザチキンガーリックペッパーは去年もね発売していて、粗挽きブラックペッパーとガーリックの旨味がやみつきになる一品です。もうねガーリックの匂いが充満してる。美味しい。衣がカリカリ。そしてね、ブラックペッパーのピリッとした辛みと、ニンニクの旨味風味がプワー広がります。でね、中の鶏肉もしっかり厚みがあって、とってもしっとりしてます。ザクザクしっとりで美味しい。でね、こう食べれば食べるほどブラックペッパーの辛さがじわじわ広がって、これはねお酒のおつまみとかにもいいかもしれない。でね、しっかり食べ応えがあって、まあソースとかはね、ついてないからあれなんだけど、ナゲット1ピース食べるよりも、マックザチキン食べた方がお腹にたまりそう。ごちそうさまでした。スターバックスとマクドナルドの商品美味しかったです。どちらも本日から発売ですので、ぜひお試しください。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録、コメント、ぜひよろしくお願いします。で、終わる前にちょっとだけお話しさせてください。私ね、月曜日にちょっと雑談まじりの動画を出したんですけど、動画見てくれた方、そしてたくさんのコメント、本当にありがとうございます。改めてね、自分がいかに恵まれてて幸せなんだなって実感することができました。本当にもうみんな優しい。本当にありがとうございます。これからね、その時その時の今の自分とうまく向き合って未来につなげていきたいと思います。はい。では終わり。またね。カップヌードル牛すきを食べます。牛肉や、ね、豆腐が入ってて、驚いたのがネギの、ね、存在感がすごい。もう牛肉の旨味うわって広がって、で、まあ、牛すきだからね、まあ、これはしょうがないというかそういうもんなんだけど、結構甘めだね。しっかり甘みの効いた牛すきの味大好きって方はハマると思う。もうこれにね、卵ねやってご飯入れてね、雑炊にしたり、麺はね、チリトマトとかそっち系のカップヌードルの麺です。しっかり絡んで美味しい。はぁ、この一味とか七味入れて食べたいな。